弁護士とは依頼を受けて法律事務を処理することを職務とする専門職である。古代ローマのキケロを現在の弁護士制度は西ヨーロッパにおいて発達したものに由来する。その起源は古代ギリシャのユーベンカや古代ローマのアドバカッツ、ジュリスコ・オンスルツにまで遡るとされている。例えば古代ローマのキケロは弁護士として活動していたについては EN セントムバイレルコートも参照のこと。フランドルのが格ンティンマサイスによるある男の肖像近代までにヨーロッパ各国の地域及び担当する裁判所の種類によって様々な名称があり、また英国法においては代理を行う者と弁論を行う者が区別されており、同国法を掲示した諸国では現在でもそのような区別が残っていることがある。 中世、近世、近世ヨーロッパでは法律化を要請するため各大学に法学部が設置されていた。中近世日本では鎌倉時代に六原丹大等で葬儀に際して弁論、口述のたけた大官が存在している。江戸時代の九じ宿どくじ師は日本において独自に発達したもので弁護士に類似するとも考えられるがその性格は大きく異なる。 詳細は、それぞれの項目を参照。明治の初めの代言人は少なからず久慈氏が、衣替えしたものであり、俗に訴訟1件を300分で引き受け、不適切な活動を行うという、いわゆる300代ことの語源ともなった。近代日本の弁護士の制度は、明治時代になり、近代的司法制度の導入とともに、フランスの代言人に倣って創設されたもので、代言人と呼ばれていた。 ただ、大言人の地位は、決して高くはなく、軽蔑されることも多く、また、初期には、きちんとした資格制度が存在していなかったために、中には悪質なものも存在した。1893年に、近代的な弁護士法が制定され、大言人に代わって、弁護士という名称が使われるようになった。だが、当時の弁護士は、司法省の監督のもとに置かれ、 その独占業務も法廷活動に限られていた。弁護士は裁判官や検察官よりも隠したとされ、試験制度も異なっていた。1936年の改正によって、弁護士の法廷外での法律事務の独占が認められるようになった。戦後、1949年に新しい弁護士法が制定され、国家権力からの独立性が認められた。 これを弁護士自治という、同年日本弁護士連合会が結成された。また、司法試験及び司法収集によって裁判官、検察官、弁護士の資格試験及び収集制度が一元化されることとなった。ドイツの弁護士の特徴は、独立した司法機関として規定されていることである。そのため、極地下主義、単数許可、弁護士強制。 成功報酬の禁止が法定されている。ドイツの弁護士は裁判官と同じ経歴が必要である。すなわち、ドイツの大学の法学部で3年半の法律の教育を受けた後、第一次国家試験の合格者が2年半研修し、その後、第二次司法国家試験に合格しなければならない。さらに弁護士として活動するには許可を、 それぞれの上級地方裁判所及び連邦通常裁判所から受けた上、連邦通常裁判所で創設された強制加入の弁護士会の会員になり、初めて活動ができる。弁護士の仕事は営業ではないと規定される。もっとも近年は欧州連邦法に基づき、広告が原則自由化され、営業的な意味合いが強まった。 財政の独立から連邦弁護士費用法が存在する。現代のフランスではアボカーと呼ばれる。フランスにおいては弁護士についての言及は遡ればカール大帝の西暦802年のカピチャレアに乱すことができる。現代のフランスの大学における法学教育は広く社会人として必要とされる法学を身につけることにあるとされており、法学部の学位は 放送資格とは直結していない。司法官や弁護士、あるいは交渉人といった個別の職業については、それぞれの職業訓練校が訓練を行っている。フランスの弁護士資格を取得するには、各州の弁護士会が運営する州弁護士収集所の試験を受けて入所し、そこでの収集を受けて、収集試験に合格することが必要である。収集期間は18ヶ月であるが、 その間、収集生がどのように生活の糧を得るかは重要な問題とされている。どの州の CRFP で弁護士資格を取得しても、フランス全土で弁護士活動ができるが、フランスの弁護士の半数が開業していると言われる、パリの収集所での収集を希望する者が圧倒的に多く、パリでは毎年1500人の収集生を受け入れている。 英国法が3つの法域に分かれていることに伴い、弁護士資格も法域ごとに分かれている。日本において単に英国弁護士という場合、イングランド及びウェールズ法弁護士を指すことが多い。アメリカ合衆国においては、弁護士は州法に基づく資格であり、連邦法に規定はない。米国弁護士の資格はなく、ニューヨーク州弁護士やカリフォルニア州弁護士となる。 州ごとの資格であるため、資格のない州の裁判所で依頼人を代理する、等、他州で法律業務を行うことは原則としてできない。ただし、他州の資格のみを持つ、弁護士が一時的に、自州の裁判所で弁論することを認めたり、一定の資格、経験のある他州の弁護士に、自動的に、または略式の司法試験により、自州の放送資格を与えることがある。 弁護士の専門分野も細分化されており、弁護士保険も専門分野ごとに分けられている。司法試験は各州当局により実施されており、受験資格や合格基準も州により異なる。多くの州に共通する部分を解説すると次の通りである。司法試験を受験するためには、原則としてアメリカ放送協会が認定するロースクールにおいて、 ジュリスドクターの学位を取得する必要がある。ただし、英米法系の国において同様と認められる法学教育を受けた者や、非英米法系の国で法学教育を受けた後、アメリカのロースクールで一定の学位を取った者にも受験資格が認められることがある。ほとんどの州においては、司法試験は、主要法域における米国の一般的法理に関する知識を試す。 卓一式の各州共通司法試験と当該州の州法を中心とした州独自の試験の2本立てからなる。また、一定の予見のもとで意見書等の法律文書を作成させるといった法律知識のみならず実務能力を試す試験を実施している州もある。さらにほとんどの州では司法試験のほかに放送倫理に関する共通試験で、 一定の成績を取ることが要求されている。日本の司法修習のような合格後の訓練制度はないが、州によっては継続法律教習を定期的に受ける必要がある。アメリカには100万人を超える弁護士がいると言われ、3万人弱に過ぎない日本と比較してその多さが指摘されることがあるが、アメリカにおいては日本の隣接法律職の業務の多くを弁護士が 行っていることに注意すべきである。例えば、司法書士、行政書士、会示代理士、社会保険労務士といった個別資格はアメリカにはなく、その業務は弁護士の業務に包括され、各分野を専門とする弁護士が担当している。弁理士の業務を行うのは、特許弁護士と出願代理人であるが、前者は弁護士である。さらに、 税理士の業務も弁護士と公認会計士が行っている。さらに、日本では企業の法務部等で法務業務を行っているものの多くは日本の弁護士資格を有していないが、アメリカの企業の法務部で法務業務を行う者は原則として弁護士である。弁護士に対する懲戒制度も州により異なる。州によっては、州を管轄する高訴裁判所が懲戒を行う。 懲戒自由も州によって異なり、例えばニューヨーク州では明確な犯罪行為のみならず、自らのクライアントに便宜を図るために、第三者に向けて虚偽発言等を行うことも懲戒自由となる。公益の利益に直ちに脅威を与える場合は仮の資格停止処分も行われる。インドではかつては大学の法学部を卒業さえすれば、弁護士の首謀者は、 奨学の登録料を支払うだけで弁護士登録が可能であったため、2018年現在でもその数は600万人を大きく超えており、世界一の弁護士の数となっている。しかし、インド国内における弁護士の質的向上を図る目的で、2011年まで弁護士の資格試験自体が存在していなかった、インドでも弁護士が法定代理人活動を行う場合に限り、 国家資格が必要となった。これにより、同年3月6日に、インド国内で、第1回の全国統一弁護士資格試験が実施され、その後も定期的に全国統一弁護士資格試験が実施されている。ただし、法廷代理人活動を行わない弁護士にはこの国家資格が適用されないため、資格試験を受験する弁護士は全体的に少ない。 また、受験資格及び資格要件も2009年度以降の法学部、卒業生に限定され、2008年度以前の法学部、卒業生には受験資格、資格要件は適用されず、資格がなくても法廷代理人を務めることは可能である。サウジアラビアで弁護士制度が誕生したのは1958年と、新しく本格的に弁護士が法廷で活動するように、 なったのは1980年代に入ってからである。弁護士という職業そのものがシャーリアに存在しない、職業であるため裁判官や法学者と比べるとその地位も社会的尊敬も低く、法律家としては会の職業であると認識されている。2000年以降になってからは、サウジアラビア国内で教育を受けた人権思想の強い弁護士も現れ始め、アブドゥルラハマンアルラヒムなど、 欧米で人権擁護の功績を認められた弁護士も誕生している。サウジアラビアの法律はワッハーブ派の協議に基づくイスラーム法であるため、かつて弁護士はワッハーブ派のムスリムであることが必須条件とされていた。弁護士資格以前にワッハーブ派のムスリムにしか国籍を認めていなかったという事情もあった。しかし2006年からシーア派のムスリム、 ツインミーであるキリスト教徒、ユダヤ教徒、ヒンドゥー教徒にも一定の条件下では弁護士資格が認められるようになった。弁護士はシャーリアに存在の根拠を持たないため裁判官などと異なり教徒がなっても構わない職業であるとされている。その多くはサウジアラビアと政治的に関係が深いアメリカにいると言われている。サウジアラビアにおける弁護士の地位は 日本や欧米に比べると弁護士自治が低く、裁判の判決に不服従であれば、資格を剥奪されたりすることもある。また、国王、国家、宗教指導者などを訴えることも実質的にできない。もしも、王族相手に訴訟を起こせば、国の統治者たちへの反対意見のルフ及び、先導行為という罪状により逮捕され、場合によっては、刑務所に収監される場合もある。 実際に国王相手に憲法違反裁判を起こした弁護士と大学教授が5人の実刑判決を受けた事例もあった。この弁護士は出所後は政治難民としてイギリスでイスラーム法的権利擁護委員会を運営している。刑事裁判では弁護人は必須ではなく国選弁護制度などの制度がないどころか過去に被告人が 弁護士の立ち会いを要求したのに対して裁判に弁護士が立ち会う法的根拠がないとして弁護を拒否した例が複数回出ており大半の刑事裁判は弁護士なしで行われているそもそもシャーリアの裁判において弁護人となる者は被告人が所属する部族の部族長などの部族有力者、王族、ウラマーなどのイスラム法学者などであるムフティーニ 自分の正当性を証明してもらうファトアを依頼するという手段もある。古くからワスタと呼ばれる仲介者を介して弁護人を頼む社会習慣によって運営されている。弁護士が法廷で弁護するということはワスタへの人脈がない人間が金銭によって弁護人を雇うということであり、有力な人脈のないものにとっては弁護士が最後の頼みの綱でもある。このため、 サウジアラビア国外の人権擁護団体などが被告人を擁護する場合に雇う事例も多い。放送関係者による審議会で審議されふさわしいと認められれば弁護士の資格が得られる。審査基準は非公開であるが一般的にはサウジアラビア国内の大学の法学部卒業者、サウジアラビア国外で法学の学位を取得した者、 サウジアラビア国外の弁護士資格を有するものなどと言われている。日本ではサウジアラビアの弁護士に対して相互主義原則に反するなどの理由から外国法事務弁護士の登録を認めていない。シャーリアと英米法の接中とも言うべき独特な弁護士法はサウジアラビアで最初の弁護士であり、王家の法律顧問でもあるアハマドザキヤマニが起訴している。長年にわたり、 国内に法学の専門教育を行う教育機関が満足になかったこともあり、弁護士の多くは留学して教育を受けていたが、現在ではキング・ラブドゥル・アズイーズ大学法学部の卒業生が弁護士になり完全な国産弁護士が誕生している。しかし、2008年に初めて女性の卒業生が出たが、当時は法務省が弁護士業務の認可を出さなかった。 2011年になって初めて女性弁護士が誕生した。弁護士が行っている仕事の一つとして各省庁の廃屋の委員がある。廃屋のメンバーはイスラム法の専門家何人と世俗法の専門家何人により構成されると定款に明記されており、世俗法の専門家として弁護士が選ばれている。日本の弁護士は民事訴訟では原告、 被告等の訴訟代理人として主張や立証活動等を行う。破産や民事再生、会社構成法の申請などの法的倒産処理手続きやこれに関連する管理業務などの法律事務を行い、関連する法律相談も行う。また刑事訴訟では弁護人として被告人の無罪を主張し、あるいは適切な量刑が得られるように検察官と争う。 弁護士記章には中央にエジプト神話マートの真実の羽との重さを比較する天秤を配したひまわりがデザインされている。弁護士の業務は主に法律事務内し法務である。これはいくつかの観点から分類が可能である。業務分野の分類一般民事とは主として個人から委任される民事上の一般的な法律問題を扱う分野である。 過払い金返還、被害者側保険請求、交渉、個人の破産、再生などがある。一般民事を取り扱う弁護士が扱うことの多い分野としては、他には、家事、消費者問題や、労働問題、一般企業法務などもある。家事とは、離婚や相続など、家事事件に関する法律問題を扱うものである。しばしば障害案件となる。消費者問題は、 消費者と企業の間の紛争を取り扱うものである。労働問題は労働者と使用者の間の紛争を取り扱うものである。一般企業法務は、公実する企業法務に属する。抗議の企業法務とは、主として企業を委任者とする法律問題を扱う分野である。企業法務は、多くの場合、協議の企業法務、金融法務、税務、私的財産。 倒産、事業再生、紛争処理などの分野に分かれている。いずれの分野も障害案件を含み得る。競技の企業法務には、一般企業法務、ガバナンス、M&A、労働問題などが含まれる。金融法務は、バンキング、キャピタルマーケット、金融規制、ストラクチャードファイナンス、アセットマネジメントなどを扱うものである。刑事弁護とは、主として、 被疑者や被告人の弁護を扱う分野である。後半における法廷弁護活動だけでなく、不起訴に向けた活動、時代交渉や保釈請求、交流中の被疑者、被告人と外部との連絡役なども含まれる。その他のカテゴリーとしては、行政事件や人権に関わる事件などがあると思われるが、事案ごとの内容次第で他の分野に分類可能であることもあり。 各分野の境界線は曖昧である。インハウスローヤーとそれ以外弁護士は法律事務一般を扱うことができる。弁護士または弁護士法人でない者が報酬を得る目的で法律事務を行とする非弁行為は原則として禁止されている。弁護士または弁護士法人でない者が弁護士を名乗ることは禁じられている。他事業との兼ね合い弁護士は弁護士法上。 別途弁理士または税理士の登録を受けることなく、弁護士登録のみで当然に弁理士及び税理士の職務を行うことができる。登記申請代理行為も一般の法律事務に含まれるため、弁護士の本来の職務に含まれるものであり、司法書士業務についても当然に行うことができる。行政書士、社会保険労務士、会事代理士、会事補佐人の職務を行うこともできる。 弁護士となる資格を有する者は、その資格をもって、弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、会事補佐人の資格登録をすることができるが、司法書士や会事代理士については、弁護士であっても、所定の国家試験に合格しなければ、資格者となることはできない。弁護士となる資格を有する者とは、司法試験合格のみでは足りず、司法収集を終了した者を指す。 アメリカやイギリス等の海外の主要国では、破産管罪人は公認会計士の業務であることもあるが、日本では特に非選資格はないものの、実務上、通常は弁護士がその任に当たる。隣接法律職はいずれも行政庁の監督が及ぶものであるから、弁護士が隣接法律職の登録を行った場合は、その範囲において行政庁からの監督が及ぶものとなる。 日本では、法科大学院課程を修了し、法務省司法試験委員会が行う、司法試験に合格した後に、司法研修所へ入所して、司法収集を修了して弁護士となる者が多く見られる。他に、以下の人物に資格がある。以下の人物は、日本弁護士連合会の研修を修了して、法務大臣が、その修了を認定した場合に弁護士となる資格を、有する。 経過措置として、司法試験に合格せずとも、2004年4月1日時点で、法律学を研究する学部、専攻科もしくは大学院における、法律学の教授もしくは助教授の職歴を、通算5年以上有するものなどについては、弁護士資格が与えられた。また、1972年の沖縄復帰に関連し、不礼弁護士に絡んで、 法務省の司法試験管理委員会が沖縄復帰までに放送として必要な学識及びその応用能力を有するどうかを判定するための以下の順で試験や講習や選考を実施し選考等に合格した者は日本国で弁護士の資格が与えられた。これらの要件を満たした上で日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されて初めて弁護士となることができる。 また、以下のものは、上記の規定に関わらず弁護士となることができない。なお、青年被行券人または、被補佐人を結核条項とする規定については、令和元年6月14日に公布された、青年被行券人等の権利の制限にかかる、措置の適正化等を図るための関係法律の整備に、関する法律によって削除され、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、 必要な能力の有無を判断することとなった。日本弁護士連合会は、弁護士の倫理的基盤を確立するとともに、職務上の広域規範を整備するため、2004年11月10日に開催された臨時総会において、弁護士職務基本規定を会期として制定した。国家試験難易度と書問題一般的には、司法試験の内容の難しさや、受験資格に制限があること、 高層育成制度である1年間の司法収集が必修であることと、資格取得までに長時間を要することや学習に必要な知識、情報の膨大さなどもあり、弁護士は日本国内の数ある資格の中でも最難関資格の一つとして知られる。一方で、新司法試験開史以降は合格率がおおむね30%前後と高水準に、 維持されており、日本の三大国家資格の中で同じく文系の最難関資格として肩を並べる。公認会計士と比較して合格難易度は低いとされることも増えてきている。近年ではこの合格率の高さが弁護士の質の低下を招いているのではないか、との懸念の声が一部で聞かれるようになっており、また合格者数の増加に伴い、 弁護士の平均年収の低下が顕著になってきていることから2019年には複数の弁護士会が共同して法務省に対して司法試験合格者を削減する要請名を提出するような事態にもなっている。弁護士人口日本における弁護士の数は2017年11月1日時点で38,843名となっている。 地域的偏在の問題2017年11月1日時点での日本の弁護士数38,843名のうち東京の弁護士会に在籍するのは計18,164名大阪弁護士会に在籍するのは4,442名名名古屋市を要する愛知県弁護士会に在籍するのは1,903名で三大都市圏で全国の弁護士数の6割を超える 格好となっている。このことからも大都市への弁護士の偏在を伺い知ることができる。不祥事タクシー運転手への暴行から事件放置、横領などに至るまで不祥事の増加が報じられている。多発する不祥事の類型としては預かり金の着服などの横領事案が典型的と指摘される。その要因としては弁護士数の増加により従来のような営業活動では 顧客獲得が困難になったことで、集客などの業務を外部業者に委託する弁護士が増えたことに伴い、非弁定型のリスクが増大していることが指摘されている。報道された最大規模の横領事案としては、岡山弁護士会所属の弁護士が依頼された案件22件において、計9億円を横領した事例がある。本件においては、 懲役14年の有罪判決が確定している。2011年には、債務整理を手掛ける弁護士のトラブルの多発を受けて、債務整理事件処理の規律を定める規定が、日弁連で制定された。2013年頃には、青年貢献に関する横領などの不祥事が増加し、これを問題視する報道もなされた。なお、専門職貢献人による不祥事は、 2014年には22件計5億6000万円に達していたが、令和2年には30件計1億5000万円となっている。過去10年間において懲戒処分を受けた弁護士及び弁護士法人の数は、全国の弁護士及び弁護士法人数に対し毎年0.2%から0.3%程度であり、大きな変動はない。依頼費用。 報酬面の問題弁護士報酬は原則として各弁護士が定めるもので統一的、客観的な基準はなく依頼者と弁護士の契約に委ねられているが依頼者がこれを高額と感じることがある。視力の乏しい者が弁護士の援助を受ける方法としては日本司法支援センターによる法律扶助の制度があり、勝訴の見込みがないとは言えない場合、弁護士費用や 裁判費用の援助が受けられる。法テラスは、弁護士紹介事業も行っている。また、難民認定申請や、在留特別許可の申請、不法滞在者の労働問題などについては、日本弁護士連合会が援助を行っている。刑事事件においては、各種の制度が整いつつあり、被疑者となった場合に1回に限り、無料で弁護士の出動を依頼できる当番、弁護士制度や、 無視力の被疑者のために弁護士費用を援助する被疑者、弁護婦女制度、刑事被告人に視力がない時に裁判所が被告人のために弁護人を選任する国選弁護制度などの制度がある。また、一定の重罪事件については、被疑者段階でも無視力の被疑者のために国選弁護人を付する被疑者国選弁護人制度が設けられている。 もっとも、当番弁護士制度は弁護士自身の負担で維持されている状況であり、国選弁護人に対する報酬が低廉であること、被疑者弁護扶助制度について十分に知られておらず、貧しいために被疑者段階で本来必要な弁護人の援助を受けられない者も,もおり、捜査機関から弁護人を選任しないよう被疑者や被疑者の家族に対して働きかけがなされるなど問題点も多い。 過剰弁護の問題合関被告事件で、弁護人が被疑者に終始目視することを助言し、交流取り消し請求や、交流理由開示請求、交流延長に対する準広告などを行ったことに、対し裁判官が、弁護人は、外見上は、精力的な弁護活動をしていると述べつつ、捜査側が十分な弁解を聞くことができなかったため、検察官が苦悩の中で起訴に踏み切ったものと、 推測されるとして、このような弁護活動を被告人に変な期待を持たせるとともに、検察官による控訴提起を招き寄せる効果しかなかったものであり、有害無益と強く批判した。事案は無罪。捜査段階から被害者の証言が怪しかったと認定されている。また、暴行事件に関し、取り調べに弁護人が立ち会うことなどを要求し、拒否された結果、 被疑者が取り調べを拒否するなどの行為を行い、上場に関する捜査ができなかったことが問題となり、裁判長も判決でこの点に触れ、任意出頭を拒否し続けた被告人の姿勢、態度にも問題はあるが、取り調べに弁護人の立ち会いを求めることを助言し続けた弁護人の活動のあり方にも原因があったと、弁護人の責任が批判された。 弁護士会北海道の4ブロックと都府県の各地方裁判所管轄区域ごとに置かれる弁護士会や日本弁護士連合会が弁護士の監督を行う。戦前は司法省に弁護士、弁護士会を監督する権限が与えられていた。これらの弁護士の貢献力からの自立性を弁護士自治という。このため、 弁護士会及び日弁連は強制加入団体となっており、弁護士登録をする者は、各弁護士会と日弁連に対し会費を拠出する。これら弁護士の懲戒については、各弁護士会あるいは日弁連の後期委員会、懲戒委員会が行うが、弁護士の関与なしに、学識経験者等が判断することが可能となっている。弁護士の組織活動法人化を認める。 弁護士法の改正がなされたことから一部の法律事務所は法人化しており事務所を複数持つことができるなどのメリットがある。経営弁護士が複数の場合、組織法的には民法上の組合や弁護士法人がある。アメリカ、イギリスなどの大規模法律事務所と比べ日本の法律事務所は規模は小さいが近年は合併などにより大型化し、 国大法律事務所のように400人以上の弁護士が所属する法律事務所も増えている。構成人数としては弁護士が1人のものから600人以上のものに至るまで様々であるが大人数の事務所は東京や大阪に集中している。最近は企業に直接雇用されたり行政庁で勤務するインハウスローヤーと称される弁護士も数は少ないが増えている。 法的観点を離れた組織に複数の弁護士が経営を共同する共同事務所と個人事務所がある。扱う案件の内容により、国際案件も対象とする大規模な障害事務所、国内系事務所、対象範囲が全般的で広範な総合事務所、専門文化し、特定分野に強みがある、ブティック事務所など分類されることがある。 弁護士が職務を行うための事務所は、一般には弁護士事務所と呼ばれることもあるが、弁護士法上の正式名称は法律事務所であり、事務所の名称には原則として、法律事務所という文言を含む名称を付すことが義務付けられている。法律事務所は法人化することも可能であり、法人化した事務所は弁護士法人という。法人化していない法律事務所は、 法的には弁護士の個人事業か民法上の組合であると解されている。日本の弁護士の多くは所属する法律事務所を自ら経営するか、または事務所に勤務して活動しており、前者の弁護士をボス弁、またはパートナー、後者の弁護士を磯弁、またはアソシエートなどと呼ぶことが多い。しかし近年では、 司法制度改革に橋を発する就職難に伴い、司法収集終了後も、既存の法律事務所に就職できず、即時独立を余儀なくされるもの既存の事務所に席だけは置かせてもらえるが、固定給はなく事務所の経費負担を求められる例もある。このような弁護士は、軒下だけ借りることから、軒弁とも呼ばれる。新人弁護士が何人かで共同しアパートの一室などを借りて、 事務所とするアッパ弁、携帯電話を片手に何とか仕事を探そうとしないを徘徊する者、携帯弁など、その組織及び業務の形態は多様化している。宣伝広告以前は弁護士は職業の性格上宣伝広告をすべきでないという考え方が一般的で弁護士や法律事務所の広告は法律で規制されていた。 この規制は2000年10月より撤廃され、大都市を中心に、債務整理、破産手続き、等を担当する、法律事務所を中心に、鉄道やバスの社内、スポーツ新聞、タウンページ、インターネットなど広く、一般に対する広告が増えてきている。米国等と違い、性別、年齢、出身大学、経歴、地域などの機微に触れる。 センシティブ情報の集計がなされないことに起因し、詳細な統計資料が存在しない。数少ない出身校別の調査結果としては、2016年10月、法科大学院の出身校別の年収1000万円以上の割合は、東京大55.6%、慶応義塾大学47.6%である。一方、早稲田大は26.4%との調査結果も、 報道されている。2004年に開始された、法科大学院の制度により、司法試験制度が大きく変わり、弁護士数が急増。1999年に17,731人だった。弁護士数が2018年1月には4万人を超えた。それに対し事件数は2009年の23万5,508件をピークに減少に転じ。 2014年には14万2487件と2005年、当時の水準へ戻った。2009年頃に多くなっているのは、いわゆるクレジットサラ金問題が多く、過払い金返還の事件に関し、2006年に最高裁がグレーゾーン金利を認めない判決を出したため、バブル的に過払い金返還訴訟が増えたことが原因である。司法制度改革前は、 司法試験の難度から営業力のない弁護士であれ、弁護士登録後10年で年間所得1000万円突破は、固いと言われ、プラチナ資格とすら呼ばれたが、2018年現在では、M、M&A 実務などを手掛ける大手障害系事務所や大手企業の法務部などに就職した者以外では、高収入は望めず、2014年の国税庁の調査では、独立し、法律事務所を経営する、 弁護士の年間事業所得の中央値は約400万円前後であった。また日弁連のアンケートでは事業所得200万円以下の弁護士が8分の1を占めていることが明らかになった。自営業者の場合弁護士の94%は自営業者である。いわゆる勤務弁護士でも自営業者として組合に参加している場合が多く、 必ずしも法律事務所を経営しているわけではない。各年の弁護士白書によると、自営業者の弁護士の収入、所得の平均値、中央値は以下の通りである。また、平成16年サービス業基本調査によると、法律事務所の平均所得は1829万円で、ある。同調査における平均値は1301万円である。非雇用者の場合上述の通り、 非雇用者の弁護士は全体の6%に過ぎない。賃金構造基本統計調査によると、非雇用者の弁護士の平均収入は以下の通りである。同調査は抽出調査であり、毎年サンプル数やサンプル自体が変動する。例えば、2005年については、年間賞与が1000万円を超えることになっている。 2005年に2097万円だったのが2006年には772万円に激減している。同調査によれば民間企業の非雇用者の平均年収は486万円である。会費問題弁護士会の会費は高額であり、平成21年度の東京弁護士会の会費は59万6500円になっている。このように高額な会費となっている理由は、 弁護士自治の関係で弁護士会の運営が回避で賄われているためもあるが、弁護士会が公益活動を回避を支出して行っているためでもある。現在、日弁連では、被疑者弁護、少年付き添い、犯罪被害者、難民認定、外国人、子ども精神障害者、心身喪失者等、高齢者、障害者及びホームレスに関する旧事業について、 をテラスに委託してて法律援助事業を行っている弁護士会内ではこれらの事業は本来公益性が高く国の負担で行われるべきとの意見が強いがこれらに対する事業は弁護士会からの支出によって賄われており個々の弁護士に回避という形で徴収されている収入が少ない若手会員にとってこの負担は大きく滞納という現実もあると指摘されている 対納すると退去命令の懲戒処分を受けて弁護士資格を失うこともある。ありがとうございます。